保存展示されているセントーラスエンジンセントーラスは第二次世界大戦期にイギリスのブリストル飛行機で開発された航空機用の複列18シリンダー空冷製型エンジンである。スリーブバルブを採用した最後のブリストル製エンジンであり 3000HP もの大出力を誇った。セントーラスとは英語でケンタウルス座を意味する。 当時のブリストル製エンジンにはその祖先となるエンジンの機構をそのまま踏襲して設計されている部分があったが、セントーラスの場合もボアは1918年に開発された単列性型エンジンのジュピターのものを踏襲していた。ちょうどセントーラスの開発中に生産が始められたハーキュリーズもこのジュピター由来のピストンを用いているエンジンであり、両者は 構造的に強大的な関係にあると言える。ただしセントーラスのストロークは、ハーキュリーズより大きいためシリンダーは、より長く、またハーキュリーズのシリンダー数が14本なのに対して、セントーラスでは18本へと増加している。その結果、ハーキュリーズでは、排気量が 38,700cc であったのに、対し、セントーラスでは万三千六百 c c にまで増大しており、 これはこれまで生産された航空機用レシプロエンジンとしては最大級の排気量である。ブリストルの記録によれば、戦闘ラスは1938年時点では開発中であったが、形式テストの段階に入っていたらしく、それが終了し次第生産は可能であったが、様々な理由で生産ラインの構築が遅れ、実際に生産ラインが稼働したの1942年からであった。 このような状況になった理由として考えられることは以下の通りである。実際、戦闘ラスは対戦中に大量生産されたとは言えず、テンペスト2やブラックバーンファイヤーブランドの試作機用や校舎の量産機として少数生産され、どちらも対戦中には完成したものの実戦で使用されずに終わった。また、ウェリントンやオーリックなどの大型機の改良型の エンジン乾燥の候補にはなったものの、マーリニやハーキュリーズの改良型が採用され、結局このエンジンは採用されずに終わった。セントーラスを採用した軍用機として設計されたのは事実上、シーフューリーだけであった。また戦後は旅客機のエンジンとしても売り出され、自社のブラバゾンの原型機に搭載されていた。同時期に開発された。 戦闘ラス級の大馬力性型エンジンの競合機としては、同じ20星型18機等なるアメリカ合衆国のカーチスライトの R-3350、性能面で言えば、同国の良い星型28機等のプラットホイットー r 4 3 6 0となる。ただ、いずれも信頼できる製品を供給できるようになるまでに手間取っている。 後者については大きな問題はなく、対戦中に生産はされたものの、実戦で使用されなかったが、民生用として一定の成功を収めることはできた。前者は空気抵抗削減やエンジン事長の軽量化を追求するあまり、いくつかの問題を抱え、軍用機用のものは生産しながら、対応にあたり解決のめどが立ったが、民生用としては複雑な構造が災いして、 トラブルが頻発し不評であった。一方、セントラスは生産が遅れたことにより、初期段階に生じた不具合の解決が円滑に進み、結果的にエンジンが熟成されることとなり、生産が始まった1942年以降は大きな問題が生じず、比較的信頼性の高い製品が送り出す結果となった。ただし、 前述の通り、製造会社の規模の違いや、採用機種の少なさから、戦後は、セントーラスよりもアメリカ系のエンジンの方が普及し、それらと比べて、商業的には、成功を収めることができなかった。ただ、どのエンジンにしろ、ターボプロップ方式や、Z エンジンの実用化により、A-1 スカイレーダーのような例外を除けば、それらが普及するにつれ姿を消すこととなった。 ありがとうございます。